はい、皆様こんにちは、ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今からセージで浄化していきます。今日は見てみてばあさんのことだから、よりしっかり浄化をしないと大変。よいしょはい、いいかなはい、お待たせしました。改めましてこんにちは、ボンバーモーセ姫です。はい、今日もリクエストリーディングなんですけれども、リクエストの内容を読ませていただきます。次男夫婦の失敗観光とそれをフォローした天皇皇后両陛下について、見てみてばあさんはどう思っているのでしょうか。見ていただけたら嬉しいですとのこと。はい、じゃあね、お皿がね、まあ次男夫婦のもう失敗観光ですよね、大失敗ですよね。そしてそれをフォローしてもう大成功にね変えてくれた皇后、天皇皇后両陛下のこと、ね、どう思っているのか、そこの部分を今日はこのタロットで見ていきたいと思います。良さそうですね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ開いていきます。はい、ワンドの9、聖地、ソードの5、リバース、カップの10、リバース。そうですね、うん、まず、まあ、正直、まあ、この見てみてばあさんお皿もまあほっとした部分、天皇皇后両陛下がやっぱり、まあ、頑張ってくれたとかちょっとそれは別として、こういい方向になったことに関してはほっとした部分、ああよかったってこう胸をなで下ろすようなところはすごくあったみたいです。ただやっぱりこう自分の可愛がっている、まあ、次男夫婦とやっぱりこう比べると、もうなんてだらしがないみたいな感じで、すごくやっぱりこう悔しいし、もっとこうきちんとしなさいよみたいな気持ちもすごくあるみたいだし、やっぱりこうほっとはしてるんだけれども、こう悔しい気持ちっていうか、本当の意味で満足はしていない。やっぱりこう次男夫婦がそれだけのことをしてほしかったんだけど、そうじゃないっていう意味で満足感はすごく低いみたいなんですよ。無理ですよね、それをそんなこう永宮家に求めるなんてさみたいな現実見ようよって感じがするんですけれども、はい、見ていきます。はい、ワンドのページ、ソードの8、リバース、あ、ちょっと待ってください、2枚でしょ、カップの9、リバース。あー、まあやっぱり、まあ、このお皿の性格の悪さを私は今感じたんですけれども、なんか砂利を噛む、砂を噛む、そういう言葉がありますよね、多分間違ってると思う、多分そうあれじゃないですかってきっとコメントで書いてくれる方きっといると思うんですけど、それです、それうん、なんかね、こうなんていうのかな、悔しくてしょうがなくて、もう口の中でこうジャリジャリ言ってるような、そんな感じなんですよ。
もうこう現実を見せられているし、でも実際にやっぱり次男夫婦では届かないわけですよね。だからもうこう悔しくて、口の中から血が出てるんじゃないみたいな、そんな感じです。 はい、そしていきます。はい、コインの2、正位置。陰者、正位置。カップの3、リバース。もうお皿の中ではこの出来事っていうのはなかったことになっていて、次のステップを考えてるような、そんな感じがするんですよね。もうこれは終わったことみたいな感じで。で、天皇皇后両陛下への感謝の気持ちっていうのは出ていない。一番最初にね、ここにこのカード、吉報が来る、そういうニュースが入ってくるっていうのは出てたんだけれども、それ以外はものすごく苦々しいカードばっかりなんですよね。そしてもうお皿の中では次のステップっていう感じで考えているわけですよ。もう今回のことは、こういうこともあるわよねぐらい。次男の失敗もそうだし、実際はきちんと天皇皇后両陛下のことを本当は認めてるんですよ。でもやっぱりね、認めきれないみたいです、この人は。ありがとうって言えないというか、やっぱ次男、やっぱり次男って感じなんですよ。キーコじゃなくてね、次男っていう感じかな。で、そうだな。あと、天皇皇后両陛下のことを少し、軽く見ているというか、ただお酒を振る舞って、今回だったら日本酒を振る舞ってお話ししてただけでしょうみたいな。いやー、あなたの次男できてないじゃんみたいな。そういうね、すごくやっぱり軽く見てる部分が、やっぱ改めて腹立たしいなと思います。なので、ものすごい苦々しい気持ちもあるんだけれども、でもだからって言って心からありがとうとか、きちんと、もうあなたたちのおかげで助かりましたっていう気持ちとか、そういうのがない。やっぱりこのお皿は、どうしようもないかな。もう本当にある意味毒親というか、なんだろうな、もう韓流ドラマを見てるような、そういう気分です。はい、これが本日のリーディングです。最後まで見ていただきましてありがとうございます。